知ってた。韓国の原子力発電所が怖いことは知ってた。日本は自然災害によって大事故が起きてしまいましたが、韓国で起きる災害は決まったように人災。笑って済まない状況です。レコードチャイナの記事からです。ウルサン海洋警備安全所は3月22日、消防剤として使われる有害物質ジメチルポリシロキサンを海に無断で流していた容疑で、原発を管理運営する韓国水力原子力の関係者6人と関水源を在宅起訴意見付きで送検したことを明らかにした。これは故障なのか、設備不良なのか、設計不備なのか、世の中には仕方がないこともありますが、原発では許されません。関水源は2011年1月から16年8月まで、古里原発の排水に混ぜ、海に流す手法で、ジメチルポリシロキサン約100トンを海に捨てた疑いが持たれている。なんだ。故障でも設備でも設計でもありません。汚染の根本原因は、良心不良。驚くことではありません。発電設備の温度を下げるために使われる水を海に排出する際、多量の泡が発生することから、海洋管理法で有害液体物質に分類されるジメチルポリシロキサンが消防剤として公然と使われてきたという。なんだって?海水を海に流すと泡が出る。その泡が目立つと何か言われそうなので、有害だとわかっているけど、消防剤をまぜまぜ、ぶわかなのか?これとの関連は確認されていないが、近くで操業する海さんが海に白い泡が浮かぶと水が苦くなり鼻血が出てめまいがしたと証言したと伝えた。調べましょうよ。ちゃんと確認しましょうよ。きっと関係ありません。消防剤は問題なくても放射線。体育館の準備です。それでは安全が担保されないニダ君たちの感想です。その海で獲った魚が国民の口に入るんだぞ。安全意識がどうかしてる。どうかしてる。ちょっとおかしい。何かが狂ってる。普通のお話でした。これじゃあ原発が爆発した日本と変わらないじゃないか。また日本か?原発が爆発した日本か?そんなに日本が嫌いなら、こっち来んな。何度言ったらわかるんだ。以上、イージスがお送りしました。それではまたお会いしましょう。